はい、ということで、パソコンの中に、1ヶ月ちょい前ぐらいに、PVP 世界1位取った時の、シーズンの動画が1個、なぜかね、投稿されてないのがあったんで、まあ、そちらの動画、投稿していこうと思います。今の環境と全然違うね、キャラクターとかが結構、出てくる、試合が多いんで、まあ、懐かしむ程度に見てください。今は極ベジとかばっかだけど、この時ってバカ野郎とか混血とかがね、強かったんで、楽しみにしといてください。はい、ということで、上位レートやっていこうと思います。現在世界3位ということで、ここから爆絶レートを上げていきたいと思ってます。パーティーは、まあ、いつものバカ野郎最強パーティーですね。さあ、お願いします。釣れるんかい。釣れるんかい、外そうか。ちょっとリスクあるけどね。マジかよ、お祈りスペシャルだるすぎなんだけど、マジでさ。お祈りスペシャルだるすぎ。マジ、圧あんのかよ、まだ。まあまあまあ。一回見て射撃。まあまあまあ。いやー、これ通常打ちたくねえなー。あー、持ってるかな。おーっと。ちょっとまずいね。なんか喉痛えね。オッケーオッケー。跳ねてるけど、バカ野郎チェンジして変身しときましょう。さあ、一応ね、赤に縛られるのが一番の負け筋なんで、あと特殊とかに噛み合わないようにね。見えてるよ。それは甘いね。いや、これさ、もう本当にザマスずるくない？これ。あ、そう。お、マジで？どこないんだ。施設引くか。まあまあまあ。回避先行じゃなかったな。持ってないのか。オッケーオッケー。回避先行じゃなかったんで持ってなさそうだったんでね。オッケー。でっか。今の使い方マジでうまい。一応さっき、こもちを欲張ったから回避入れたのかな。欲張ったっつうか外しただけなんですけど。オッケー。まあまあ、紫色的にはあんまりだけど、数よりはでかい。このパーティーはマジでね、数より、お、即発撃てるんだ。やるじゃんか。一応ザマスが踏ん張り貫通つくと石板落とされちゃうんでね。ただバカ野郎は耐えるんで、振り向こうつけられなければ。大キャン振って、もらいます。一応ザマスのね、特殊で、ああ、マジか、攪拌取られるのが負け筋なんで。まあ、最速ライジングでも耐えてたかな、多分。さあ、いいね。いいサイクル。やっぱ信頼と安心と信頼のバカ野郎ね。タックルは反応したくないんだよね。特殊で攪拌取られちゃうのが一番の負け筋なんで。マジか、それは甘すぎだろ。こういう意味わからないプレイに対応できるのがバカ野郎の強みね。よしよし、いいサイクル、いいサイクル。絶対負けられないからさ。やばすぎだろ。バカ野郎、間に合わないか。あ、でも落とせるね。オッケー。あざしたー。いやー、めちゃめちゃ泥仕合になりそうだな、これ。めちゃめちゃ耐久陰キャサイヤ、よろしくお願いします。バカ野郎が通りにくいとね、やっぱ試合進むの遅いよね。ちょ、唐揚げ弁当なんだよ、こっち。許して。通常か。タイミングつ。ここ取りたいな。いや、弱っ。オッケー。さあ、これはどうなんでしょう。出てくるんでしょうか。トラゲ大丈夫？さあ、変身できますね。圧引けないか。まあまあまあ。間髪入れずに。あ、待って。あぶね。どうしよっかな。跳ねないよな、さすがに。即オッケー。まあ、攪拌なんで、しっかりちょっとでも欲張ってね、殴っていきましょう。いや、だるいな、それ。
ライジングどうしよう。ちょっと圧消化して。いやー、こいつでもいいんだよな。あ、跳ねた。いやー、どうしよう。打つか。もう早めに打った方がいいと思ったんで。またなで牽制されるのだるいんで。もう2周目さっさとため行きます。よし。さあさあさあ。ここのバカ野郎。お、何もしないんだ。珍しいな。オッケー。待って、ラグで、ラグでコンボ外れたんだが。パス、オッケー。いや、そっちなら使わしたかったな。いや、挨拶ちょっともったいね。うわ、そっちなら使わしたかったな、救出。だから近づいてくんな、お前。と攻めたいはず。突っ込んで OK。 よし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 、バカ野郎で時間稼いでいきましょう。いやー、反応しよう。 OK、 出てくる。怖っ。ドロ速でちょっとやっぱいいね。2周目が早いね。大蔵理論で2周目がとても早い。打ちましょう。復活いるパーティーには早めに打つの大事だな。迷っちゃダメだな。多分迷ってたらまだ1周目打ってないもんな、これ。オッケー。まあ、こんなゴミに打ったのあれだけど。来るこない。はい、残念。泥柵あるキャラに一確認しようとしたらダメですよ。よしよしよし。さあ、バカ野郎で。石腕の時間稼いでいきたいですね。あぶね。いやー、わかってるか。まあまあまあ。どうしよっかな。シャゲシャゲダゲ。まだ救出残ってるよね。うーん、どうしよう。ただ変身したことによってこっちのパーティーの火力が一気に上がりましたね。うーん、またなの。一応、あ、一点読みやめようね。一点読みやめようね。それするしかなかったか。ちょいちょいちょい。ちょいちょいちょい。ちょいちょいちょい、ラグいな。これが確かあの、カバチェン向こうなんで。オッケー。先直当てしてね。69。早い回避取らせてくれ。あー。どうすか。はい、外事いきまーす。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめん、怒んなって。あー、待って、タックルと、ぶねー、入れ込んでるし。反応しようとしたら、回避が先に入っちゃったやつ。さあ、復活が強いよ、これ。落とせ。いやー、硬いよー。あー、落ちた。よかった。強すぎ。この射撃は絶対特殊を打ってこないよと読んで。いきます。よっしゃ、ぶねー。いやー、耐久サイヤだるいなー、やっぱり。あいつもかっこいい。その人マジで、レートで見るの初めてかもしれないな。ようやく打ちして、外して、ちょっとなんか、ちょ。やめて。
何も喋らんの。おお、喋った。その赤の人結構初めて見たな。いって、ね、なんで外した。他に欲張っていくか。マジで出すの。受けれてたやん、赤で。絶対許さん、こいつ。え、わからん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 。うわ、やば。お前、あ、え、大丈夫か、お前。はい、おつ。僕ね、うわ、やば、強っ。僕、心眼を極めてるんで、はい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 。あ、通常は意味わからんすぎ。あ、やばすぎ、お前。砕け散る。マジで砕け散っとけ、お前。当たり前だわ。襲い返し取りたい。ちょーい、マジでさ。スノーシュタックル打撃、おつまよー。と確認できない外事はバカ野郎で借りましょう。あ、さよなら。